ったですね。今日は本当はね、はい、道の駅シリーズだったんですよ、はい、本当は、まあ、今日知床に来てるんです。あのこの道はなんだっけ、天に続く道、はい、天に続く道っていうところで、知床に行く途中にある結構有名な道なんですけども、そこで今撮ってます。はい、メイさん、メイさんちょっともう本当は今日、だってそもそも今日にしたのメイじゃないの。だってそうですよ、考えれば16なら行けるとかで、そうメイが今日企画した、日だったのにメイがドタキャンということで、はい、2人で楽しい知床旅行になっちゃいました。はい、はい、今日はそんな感じで知床をちょっとあの初めてのも知床ね、はい、人生初知床です。楽しんでいきたいと思います。じゃあバイバイ、じゃあね。わっ、すごい水しぶき来ますね。すごいですね。私なんか滝とか目の前で見たの初めてかもしれない。すごい。花粉学科医の時は現在落石の危険があるため1年先までに立ち入りが制限されている。行きましょう、今から行きます。わー、すごい、いい温度。ここは一回し入水え、ここなんかちっちゃい子供だったら水着できたい。着きました。噂のよく見るやつですね。すごい、いい景色。ツバメがめっちゃ飛んでる。ただし悪いな、もう一気に。あ、本当だ。ああ。あっち行ってもダメですかね。え？いやー、どうだろうね。ちょっと行ってみるけど。知床峠です。はい。一応ほらメイがいないからやっちゃじゃんやっといて代わり。はい、じゃじゃーん。寒い、戻ろう。はい、バイバイ。はい、はい、あったかい。じゃあここね、知床峠、ここです。はい、ここです。ラオスだけもね、綺麗に見えるはずなんだ。そうなんですね、何も見えないけど。よし、戻ろう。猫舌なんだよ、2人とも猫舌だったから。